早稲田の社学と人科成績開示データ、実力がある人が合格していきやすかった、すごく低いです合格最低点として。どうすれば受かったかっていうと、やばすぎです。ということで始まりました、マチェチャンネル。さあ、平田瀬也、どうも、早稲田合格塾代表の平田です。よろしくお願いします。はい。俺のパーカー、どこ行ったか知らん？知らん、なくした。いや、マジでさ、俺家に忘れてきたかな？タクシーに忘れたかな？すっげえ不安なんですよ。遅刻した罰です。はい。いや、マジで、そう、ほんとそうですよね。はい。さあ、今日は、皆さんにはね、平田先生、ちょっと忘れてるんじゃないの？って思われたら困るんでね。忘れてませんよ。早稲田の社学と人科、成績開示データを検証しながら合否分析みたいなものをねしていきたいなと思います。どうぞ。はい。やる気。いや、もう何時だと思ってるの。朝9時から働いてる人間にとってもう11時はきつい、ね、確かにね、はい。まず社学の人科、社学の人科もううろたえさせるからさ、はいはいはい。社学と人科の合否分析なんですけれども、2025年からですね新しい形式になります。お、日本史や世界史みたいなね、そういった選択科目が2月入試からねなくなって、あと共通テストが必須になったりとかね、はい。まあそういったこういろんな形式の変化がね生まれるんで、現状の国 A それから選択科目の3科目で2月に受けて合否を判定してもらうっていう、まあいわゆるザ・私大みたいな受験方式は2024年入試までで終了になります、うん。そのこともねまた別の動画でね申し上げようと思うんですけれどもね、今回まあ2023年入試、人科と社学どうだったのか、そしてどうなりそうかみたいなところをねお話していくんですけれども、社学と人科とてもいい1年でした。23年、実力がある人がその実力を素直に発揮して合格していきやすかった年だったんじゃないかなということが言えるんですよね。うちの塾とかのデータにもなってくるんですけれど、合格の調子が良かったなって思う年とそうでもなかったなっていう年、やっぱり年によって分かれるんですよ、はいはい。それがね何で分かれるかっていうと、平均点が適正だった年、文学部とか文化構想学部でさ、俺よく言うけどさ、もう無理みたいな、はいはいはい、こと言ったりするんだけど、ああいう時ってねやっぱり実力がある人がねそのままに受かっていきやすいかっていうと、そうならなくって、要は差がつく問題というのがものすごく少なくなるんですよ。みんなが取れる問題というのがたくさんあるんで、でも上勢足すには限界があるしみたいなところで、結構まぐれも必要になってくるんですよね、うん。なんだけど平均点の数値が適正だと、取るべき基礎問題が約4割、そして差がつく問題が約4割から5割、まあ、取れなくてもいい難問みたいなものがまあ1割から多くて2割ぐらいまでに収められたりするので、程よい難易度で上手に作ってくれると、一番やっぱこう実力がある人が実力のままに素直に受かっていきやすくなるんですよね。なるほど。さあ、じゃあそれをね見ていきたいと思います。ではまず社会科学部の方から数字を見ていきたいと思います、うん。まず世界史選択の子なんですけれども、英語50点分の25、国語40分の25で、世界史40分の 22.741 と。社学はね、今、なんかね、今回の入試からかな、確か。社会科をね、素点で出さなくなったんですよね。130分の 72.741 点と。合格最低点が 78.92 ということなんですよね。この数字ってね、全部で130点満点なんですけれども、すごく低いです、合格最低点として。うん、本来、もっとなんか合格最低点って85とか86、7、8とかね、うん、あったりする印象なんだけど、78.92 っていう、結構低い数字で出てて、これの理由ってのは何かっていうと、これ平均点見てください。英語がね 20.93、 国語が 22.378、 世界史がちょっと高めなんだけど 27.868 っていう風に、平均点がまあやや低めだったんですよね。まあでもこれぐらいが本来適正だとは僕は正直思ってるんですけど、まあこういったこともこう相まってで、そんなにたくさん数字を取らなくても受かったよねっていうところなんですよね。ただ平均点っていうのは標準化5なんで、いや、総点です、総点です、総点の平均は総点です、うん。2023年入試では世界史、日本史、数学の中では世界史が一番平均点が高かったんですね、うんうんうん。一番低かった数学との、まあ、間くらいのところが標準化で抜かれるんですけれども、まあ、これが、まあ、マイナス6点なんぼとか7点ぐらいに行われるというところで、予想合格最低総点は85点ほどになる可能性が高いということですね。なるほど、うん。だからこれでもやっぱり 65.4% 取れば受かるっていうことなので、このくらいの数字で合格最低点があると、まあ、非常にこう力を出しやすいんですよね。素直に出して素直に受かっていくってことができるんでっていうとこですね。で、この落ちた A 君どうすれば受かったかっていうと、まず英語の平均点がね若干低めなんですよ。低すぎる時とかはねもう20点未満とかになったりするんだけど、英語って大体22、3点ぐらいなんですよね、社学って。ちょっと低いんで、なんとか28点ぐらい欲しいなというところなんですけど、低いんですよね。ただ23の社学の英語は正誤問題が結構表
標準も標準だったんで、うん、これいけたっちゃいけたよなってところがあるんですよね。なるほど、うん、国語に関しては平均点が25以上の時はもう×5死守、まあ、22、3点とかまで落ち込んできたら、まあ、×6 までいいよっていうふうに言ってるんですよね。で、今回、まあ、22.378 というところなんで、まあ、×6 までに抑えてほしいんですが、まあ、この子は絶対抑えられてないんですよね、25点っていうとね。まあ、推定で言うと8個から10個ぐらい×がある可能性が高いかなというところで、まあ、国語でもう2、3個丸を足すっていうこと、英語でなんとかあともう3点とか欲しいよねっていうところ。で、世界史は平均点がもうそもそもすごく高めなんで、まあ、平均以上あればいいよねというところで、まあ標準化後の数値を見たときにこのくらい取れてたら、まあまず間違いなく28オーバーぐらいはありそうだなというところで、まあ世界史は OK というところで、まあ英国でもうちょっとだけ上勢があればこの子は受かってたかなという分析ですね。まあ世界史でこれなんですけれども、次に日本史の方を見てください。 B 君です。ドン。この子は英語29、国語26、日本史 21.625 というところなんですけれども、成績標準化っていうと皆さんね、なんか自分の取った点数が下げられるっていう印象がすごく大きいと思うんですけれども、今回ですね、日本史選択の方は点数上がります。というのも数学の平均点が 15.472 なんですね。早稲田社学の日本史の平均点が 17.879 で、で世界史が 27.868 と、むちゃくちゃ世界史だけ高くて、で日本史と数学が平均点下の方というところで、まあ、日本史で受けた人素点で、まあ、4点ぐらい上がったりする可能性が非常に高いんですよね。というところで、まあ、合格最低点 78.92 の予想合格最低素点は75点と分析してます。で、こうなると、もう 57.7% とかで、6割なくても受かるんですよね。6割なくても受かるんだったら、早稲田社学の英語難しいですよ。でも、6割弱で良ければとか、ね、国語は数字取れるし、で、日本史難しかったけれども、でも半分から6割ぐらい欲しいな、みたいなところで、それぐらいでいいんだったら、みたいなところあると思うので、まあ、そういうところも含めて、6割なくても受かった年っていうところが、まあ、この日本史選択だったってことなんですよね。どうです？ここまで。英語しかね、自分は問題見てないんで、うん、やっぱ半分とかの人もやっぱこうなるんだな、それで平均は20とかになるんだなっていう、うんうんうん、まあ現実を見てる感じですよね。うん、まあ、森田先生からすると、まあ、23年の社学の入試どれくらい取れてほしい？いや、むずい、むずい、むずいよね。むずい、やっぱり、まあ、だからこう29とか取れてれば、まあそりゃ十分頑張ったと思いますよ、うん、はい、逆に言うとやっぱり4割が平均点っていうのも、まあこいつらも結構やっぱ頑張ってるなみたいな感じはある、うん、まあそうですね、多分全部マークなんでね、うん、まあ勘とかどこまで絞れたのかにもよるとは思うんですが、まあやっぱこうなるんだろうなって思いますよね。まあ早稲田は実際そうですから、4割とか3割になってくれることを願って作ってたりしますからね、うん、続きまして、数学選択になってくるんですけれども、まあ、数学選択はね、これはね、平均点がやっぱり一番低かったこともあって、これ、素点で40点満点中20点オーバーもあればいいです。結構、こっからね、さらに7、8点とかそこいらぐらい上がっていくんで、まあ、今回このね、C 君としてね、今回図表に出してるこの子は、まあ、22、3点ぐらい取れているんで、数字がこう、ぐっと上がって 28.92 までやってきたというところになりますかね。英語に関しては、まあ、今の森田先生の話だと、まあまあ別にいいでしょうって感じなんですよね。実際あと1点で受かってるわけですから、この子は。まあやっぱ国語のせいですね、間違いなくね。完全に戦犯と化してます。半分になっちゃってるんで、点数が。平均点以下ですね。社学の国語ね、そんなに難易度大したことないので、やっぱ5罰、6罰程度で収めてほしいよなというところですね。はい。英語数学ほぼパーフェクトなのにもったいないですね、この子はね。そんなところでございました。23年入試、過去問やられた方は自分の出来とね、この分析各科目出しましたんで、照らし合わせてみてください。続きまして、で人科なんですけれども、まあ、こちらもね、英国日、まあ、選択科目ですね、それぞれ50点、50点、50点で150点満点になってます。これも人科もね、去年からかな、素点を出さなくなったんですけど、これ人科も僕ずっと追っかけてるんで、もう数字分かってて、大体標準点とね、設けている。まあ、僕が人科の入試問題作文委員会が、このくらいが平均点になったらいいなぁとね、考えているポイントって、大体77、8、9あたりなんですよ。で、そこから平均点がどれぐらいトータルで高くなるかってところで、まあ、加味して標準化が行われて、3科目全体で行われるんですけど、これがまあ、社学と違うところですよね。社学は選択科目だけで標準化を行うと。まあ、3科目トータルで標準化を行う場合は、合計点で標準点のポイントを設けて、そことの実際の平均点との差額分で詰めていくっていうね。まあ、この2種のやり方があるんですけどね。人科は後者になります。
今回、まあ、平均点の合計見ていただきたいんですけど、日本選択の方ね、これね、平均点が 80.893 なんですね、トータルで。ということは、これってまあせいぜいマイナス2点とかそこいらぐらいしか起きないんですよ、この平均点って。ある程度素直に素点が標準化後の数字にも、まあ、そのままになってくる可能性が高いんですよね。なので、まあ、今回合格最低点が、人科は学科ごとに合格最低点が出るんですけれども、環境の人で 87.4 なんですけど、まあ、この子は89点も取れてたらまあ合格したよねっていうところなんですよね。で、これって実際6割以下です。150点満点で90点が6割なんで、6割なくても受かったよねと、素点の部分でねっていう数字になってきます。まあ国語がむずかったってことですね。あのね、人科はね、国語むずいんですよ。あの、僕ね、まあほら、結構森田先生の発言で言うと法政の英語むずいが意外に思われるかもしれないんだけど、人科の国語もめっちゃむずいっす。僕は早稲田の中でトップ3に入る恐怖を覚えます、早稲田人科の国語。めっちゃむずいっす。英語が優しめになってきてるので近年ですね、うん、だからまあ平均30ってなってますからね、うん、そうなんですよね。英語のさ、内容一致問題、割となんかこうシンプルな問題だから、まあ舐めてかかる人いるかもしれないけど、選択肢でこう微妙に引っ掛けてくるというかね、うん、そうですね、うん、そういった問題とかでやっぱ落としたりする方なんかは、やっぱりそこの引っ掛けに対するアンテナが鋭くないといけないんで、しっかり訂正と復習やって、そこのね、こうチャンネルに網を張っとかないといけないですよね、うん、引っ掛け方って結構またなんか繰り返し出たりしますからね、別の年度でね。このね、人科の A 君なんかは、まあ英語でなんとかやっぱ35点素点であったらいいなというところではあったんですよね。これって大体まあ大問1で5罰とか6罰以内で、大問2の前置詞で半分で、ラストの正語で3罰とかっていうところでいくと、まあ達成できる数字なんですけど、まあ、なんとか35で欲しかったなというところ、ここはちょっと達成できなかったなと。前置詞よりも正語が取りやすくなってきてると個人的には思ってますけどね。続きまして日本史なんですけど、まあ50点満点の 31.07、 まあまあ平均点がこれも高めなんで、まあやっぱり33史も欲しいかな、まあ英語と一緒ですね、くらい欲しいかなというところで、まあこの2つがあともうちょっとずつ取れてたら、残りね、もう5点ぐらい取れてたっていうところになるので、国語はめっちゃ取れてるぐらいなんですよ、この子。平均 19.8 の中でね。なので、まああと英語と日本史でちょっと火力が少なかったかなっていうところですかね。で、続きまして、世界史選択の方。で、健康福祉学科志望なんですけど、健康福祉学科は若干まあ環境より合格最低点が低くなって 85.72 になってますね。ただ、これ世界史選択で健康福祉学科受けた方、平均点の合計がね、世界史がむっちゃ高いんですよ、平均点。50点満点で 37.881 なんですよね。ここまで平均高くなられると、もうね、平均以上取れたらいいです、世界史は。うん、やばすぎです。だから、これね、世界史で健康福祉学科をもし受けますっていう方であれば、合格最低素点で 94.5 点欲しいってとこなんですよね。ただ、国語の平均点が低かったから、63% で収まるんですよね、素点でもね。この B 君は、まあこうやって見ていくと、まあ世界史で平均点以上取れてたらなーっていうとこなんだけど、まあまず間違いなく取れてないです。標準化の影響で 7,8 点食らうんですけど、世界史だけでそんなに食らうとは考えにくいので、もうちょっと取らなきゃいけないよね。で、英語もやっぱ35点ぐらい素点で欲しいなっていうところも、ちょっとこうクリアできてない可能性が非常に高いなと。せいぜい英語も標準化で下げられるとしたら、まあ 2,3 点の範疇だろうというふうに考えると、まあやっぱ英語ももうちょい火力が欲しかったっていうところで、世界史素点でね38オーバー取るっていうことと、まあ英語の素点で35以上取ってたら、まあ標準化もこんな数字にはなってないだろうというところですね。うん、ここがちょっと火力不足だったかなというところになります。ただ国語に関してはまあまあこのくらいだったらまあいいでしょうよというところですね。うん、素点は多分もっとあるんでね。以上になります。まあ人科社学ね、それぞれ過去問ね、皆さんやってらっしゃると思うんですけれども、今回ね、こうまたね、いつものごとくね、標準化のデータを加味して、皆さんにね、これくらい取ってたら受かったんだみたいな数値を出しましたんで、自身のやられてる過去問のね、もう多分やってる方もいらっしゃると思うので、自分の答案と見比べてみてね、あとどれくらい取らなきゃいけなかったのかみたいなところをね、やってみてください。思ってたより取らなくても受かったでしょという感じでございます。はい、ぜひともね、参考にしてもらって、まあ社学はむずいしね、やってる方は本当にね、大変だと思いますが、諦めずに頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.